はい、皆様こんにちは。本日は2020年9月22日4連休の最後の日でございます。祈願の土壌すくいに岐阜県の泥池に向かって走っています。はい、夕べは土壌すくいの夢を見ました。どれぐらいすくえるのか、すくったものは家へ持ち帰って飼育をして食べるかもしれません。はい、いよいよ到着でございます。はい、ただいま土壌の大将から土壌の経営状態、今昔物語を伺っております。そのぐらいみんな注文は入る？はい、あの個人とかイベントがあって、で、あの料亭とかキロ、はい、キロで負けてくれとか、あってもその生産が落ちつかん、ここは、あのやっぱ土壌の本場かね。まあ本場というよりも昔からまあ昔は水が、あの田んぼの頃に水があって、そこから土地は冬にはあのタンパク源で取るとかね。で、あのこれは33年頃かもしれないけども、あの少子高齢化になるで、土壌が良くて土壌が気候電がたくさんできるで、土壌を入れたらどうだろうと言って、昭和33年頃から始めて、見えるでしょ。餌はあの人工を生やすように鶏糞を入れて、鶏糞とかあるから人工を渡すんで、堆肥を入れて。それでお父さん一人でやってるの？ここ、いや、この田んぼは2万は私がやってるけど、他に土壌組合の人は、11名ほど11名おって、ほで生産が落ちかん、落ちかん、というのはその莫大な注文が入る、いや莫大なもん払うんで、春先になるというと、まあ2ヶ月に1ヶ月に一応完成ですが、長靴がちょっと短いということで、ここの大将さんが長いのを貸してくれますので、その間に少し準備運動ですね、大将が来るまでに土壌すくいは腰をしっかり入れないと腰を痛めるということで、腰振りの練習をしました。いろいろアドバイスをいただき、私がこれからドボンと入って土壌すくいを始めます。よろしくお願い申し上げます。飼い犬は飼い主に似るって言うけど、大将の顔はまるで土壌になりきっている。さすがである。これは土壌をすくうザルと入れ物のビクである。マスク寿司の音楽かけないからね、やらねえ。ちょっと入ります。どうぞ。どうぞ大将のダジャレ、どうぞ。ねえ、お、そのもそれはあの、ま、しゃがんだら移動するかな。第1投目いきます。今日は天候もよくちょっと暑いです。これは魚取ったの。そうね、足でやってないか。これはここを開けちゃったんだ。田んぼ入れてもいい。そう、いや、簡単には使わないね。すばしこいで逃げるか。これ一旦おるで。田んぼの土か。
は上手に作ったり、その感じてもらって、もっと上げてもらって、自信があるときに、それを出てくる。もうちょっと上げてもらって。うん。そんな感じや。出ました。これはここのお父さんが、あらかじめ捕まえたドジョウです。柳川鍋でも何が一番おいしい？唐揚げ？唐揚げが一番いいね。そうかね。唐揚げうどん食べなかった。唐揚げうどんはあの注文だでの。あ、そうか。どうかな。これがメスだね。本日の収穫でした。うん、これがメスだな。うん、手びれが短いのがメス。丸いで。メスは手びれが小さく可愛いものです。全体の大きさ。社長、今日はありがとう。どうも。また来年ぐらいに来ますけど。はい、どうぞ。結構です。子供会の会長をやってるわけじゃないけど、はい、子供会のとこにちょっと紹介して、はい、ネットで見て、はい、で子供さんの団体をここへ連れてもらえば、それは結構ですね。ね、遊べるし。じゃあここで本日はありがとうございました。はい、よう来てくださった。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。顔はよく似てますが親子ではありません。ということは私も土壌の顔なのか